では演じていきます。はいはいはい、はい、で最後のご挨拶は沼全員が順番に登場します。順番にご挨拶させてください。で沼全員が吐きます。はいはい、2022年新春特別公演いくぞー。皆さん、明けましておめでとうございます。 NMB48 です。マイクお借りします。マイクお借りします。お疲れ様です。頑張ろう、大丈夫、頑張ろう。ありがとうございます。それでは次はフレッシュな人たちを紹介します。 NMB48 8期生の皆さんです。せーの、どうぞ。 NMB48 8期生の皆さんです。せーの、どうぞ。皆さん、はじめまして。聞いてください。夢は逃げない。私が応募しようと思ったのは、もともと通っている高校が閉校が決まってて、その中、応募の時に渡辺美幸さんが学校を訪ねてくださって、それでオーラがすごくて、私もこんなアイドルになりたいなと思って応募しました。44から52番でいいですかね。私はどうもダンスもそんなに得意ではなくて、人前で緊張してしまうので、今も声も手も足も震えてるんですけど、そんな自分も変えたいし、私も元気をもらったように、少しでも元気を届けられるアイドルになりたいです。私は高校時代に服飾デザイン科に所属していました。なので裁縫が得意です。お洋服なら石作れます。もう一つ得意なのが習字で、小学1年生の頃から中学3年生の頃までやっていました。なので一段位を持っていて、中学生まで教える資格を持っています。私がダンスのパフォーマンスや歌をなんか成長していく過程をいろんな人に見てもらって、勇気を与えれるような存在になりたいと思っています。283番18歳高校3年生の松岡さくらです。チアリーディングに入っていて、ダンス公演やダンスの大会ではお客さんの前で踊ったりアピールすることの楽しさを知ったので、アイドルになりたいと思いました。私はダンスを3年ほど習っていて、ボイストレーニングも1年ほど習っていて、踊ることと歌うことは大好きです。なので皆さんの前に立って踊ること歌うことを気に入ってて、絶対にアイドルになりたいです。よろしくお願いいたします。お願いします。165番出したまとです。私は人と違うことをしたくて、オーディションに受けさせていただきました。私は運動をすることが得意で、小さな時から様々なスポーツをしてきました。なので、運動神経には自信があります。歌もダンスも経験はありませんが、入ったらスポーツで身につけた向上心やポジティブさで何事にも精一杯頑張るので、よろしくお願いします。
広島さくら223番です。小学6年生です。と私はまだ12歳で身長も低くて特技もそんなすごいこともできないけど、みんなのような人を笑顔にできるすごいアイドルになりたいです。と趣味は読書とかお財布とか料理好きです。よろしくお願いします。75番の松野美穂です。京都府出身の20歳です。趣味は自分磨きとメイク研究で日本化粧品検定の3級を持っています。AKB48 さんの柏木由紀さんが10年前ぐらいから好きで、小学生の時に握手会に行った時からすごく可愛いし綺麗だし、歌も歌えて、テレビとかでカメラに抜かれた時に一瞬でもずっと可愛くて、私の憧れるアイドルとかだなって思っていて、で今も活動を続けられてるのを見て、私も柏木さんみたいな人になりたいなって思っています。ありがとうございます。私の特技は小学校の時からやっている空手です。また5歳の時からピアノもやっているので音感とピアノに自信があります。この特技も活かして NMB48 で活躍していける存在になりたいと思います。なんか特技を見せたいみたいなのがあると思います。私は小学校の時に空手をやっているので空手をやりたいと思います。ありがとうございます。私は学校などでやる集団行動がすごく得意です。右向け右など何回か3回くらい言ってください。右向け右。1、2。右向け左。それはない。はい。左向け左。1、2。何があるの？マレビ123。ありがとうございました。私は元気さと負けん気が自分のいいところであり自信を持てるところです。私のこの胸張って自信を持てるところを NNB さんで最大限に生かしていけたらなと思い応募しました。ステージで輝くためにたくさん努力していつか NMB48 のセンターに立ち自分の笑顔で誰かを笑顔にしたいです。よろしくお願いします。私はディズニー あのスタッフさんの真似をしたいと思います。スペーストラベラーの皆さん、スペースマウンテンへようこそ。スペースマウンテンは暗闇を急上昇急降下そして急停止するスリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。それでは銀河系を巡る素晴らしい宇宙の世界へ行ってらっしゃい。ありがとうございました。私の長所はよく度胸があるねと言われるので度胸があるところだと思います。そこを生かして渋谷凪沙さんのようなアイドルでもバラエティでも活躍できるような人になりたいと思っています。私は虫が大好きなのでよく散歩している時に見つけた虫とか写真を撮ったり触ったりするのが大好きです。人に優しくするということ、生き物に対しても人間に対しても全部に優しくするということを一番に考えていつも生活しています。よろしくお願いします。はい、セリフのものまねをします。セリフのものまね、
はい、オンラインお話し会っていうつもりで朝と僕眠いっていう設定でお越してもらっていいですか、モーニングコールみたいな感じ。あ、朝起こしてくれたんですよ。おはよう。おはようございます。そろそろ仕事とかあるので起きて頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。私がこのオーディションに立候補し応募した理由は、私もともとめっちゃアイドルが大好きで、私がテレビとかで見てるキラキラして女の子に憧れるようなアイドルになりたいなと思って応募させていただきました。どんなアイドルになりたいかでいうと、普段こんなに笑っているのに、例えばかっこいい曲の時はこんな顔つきになるんだという、ちょっとギャップを見せれるアイドルになりたいです。よろしくお願いします。笑顔見たいのでちょっと立っておはようございます挨拶を順にしていってください。おはようございます。おはようございます。おはようございます。皆さんこんばんは。大分県出身、高校3年生、18歳、サイこと高橋サイです。よろしくお願いします。あ、こんばんは。ちょっと最初に謝らせてほしいんですけど、ショールームしてた時にすっごい加工してて顔が違うかもしれないんですけど、応援してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。こんばんは。どうでしたか見て。ありがとうございます。なんか二次審査の映像を見てすごい懐かしいなっていう思いがあります。なんかなんで今あんなことをやってしまったんだろうってすごく後悔してるんですけど、みんなすごい自分を出せててすごいなって思いました。ちょっと私も見習おうと思います。はじめまして。今日は加工してないです。無加工です。どうでしたか映像を見て皆さん。そう、髪切ったんですよ。すごいバッサリ切りました。本当セミのモノマネは普段できるんですけど、なんか緊張してここがキュッてなってすごいできませんでした。セミのモノマネしてください。やっていいですかね。やります。いきます。待ってくださいね。待って、できませんでした。ごめんなさい。またいつかします。やばいですね、自分の顔見てたら。本当に
ちょっとさすがにこれはやめときます。NMB48 に来てくれてありがとう、ありがとうございます。そう、冬だから仕方ない。そうですよね、寒いからちょっとここの筋肉が全然活動しません。これからの目標は、これからの目標は、まだ何も本当にできないんですけど、一日でも早く昇格して選抜に入っていろんな音楽番組に出演できるように頑張りたいです。めっちゃ早いです。憧れの先輩は誰ですか？渋谷渚さんです。そう、あのブログにも書いたんですけど、あの渋谷渚さんにあのお披露目が終わった後にあの声をかけてくださって、あのよくあのとっさに振られたのにコメントできたねって言ってくださって、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。ねえ、渚さん本当にお忙しいのに来てくださって嬉しかったです。金子さんは可愛かった、可愛かったです。めっちゃ緊張してます。オーディションの思い出話聞きたい。オーディションの思い出話、私初めて一人で大阪に来て、二次審査はなんか、本当になんだろうな、初めてそういうオーディションの面接をして、なんか緊張したんですけど、なんか楽しくなんかお話しする感じでできたので、まあ、だんだん緊張ほぐれてきて、二次審査の時はなんかあんまり受かっ通ったかな自信はなかったんですけど、まあ、後日通過しましたって来て、三次審査ってなって、三次審査のあの課題曲のダンスがあったんですけど、全然踊れなくてずっと突っ立ってたんですよ、ほとんど。でもなんかとりあえず横の人を横目で見てちょっとでも動けるように頑張ってて、そしたら嬉しいことに次の審査まで行けて、最終審査は本当に最初の方からもうきつすぎて、なんか本当家でいつも休みの日とかはもうなんかお菓子食べてテレビ見てぐーたらしてるっていう生活を送ってきたので、本当に私があんなストレッチとか動いたことも本当に全然なくて、何時間も動いて本当にきつくて、初日から心が折れて、もう帰りたいって思ったんですけど、でもあきら先生に後悔するよ、するよって言われて踏みとどまって今があります。レッスンやりだしてから痩せた。レッスン本当きつくて、多分すごいいいダイエットになるぐらいきついです。最終審査は歌唱はしてないですね。ダンス審査と質疑応答をしたっていう感じです。ねえ、あきら先生めっちゃ厳しいですけど、あの
お披露目の時に課題曲の夢は逃げないでセンターをやらせていただいたんですけど、本当にやっぱセンターだから目立つじゃないですか一番。だから本当に結構厳しい言葉を明先生からかけられたこともあったんですけど、まあ、でもすごいいい経験になったし、これからもセンターに立ちたいなって思えたので、すごいいい経験でした。ね、そう、愛がある怒り方です。さえちゃん、同期で仲良くなった子いる？みおちとあやぴょんとめっちゃいっぱい話します。わなかのたこ焼き食べましたか？食べました。2回ぐらい食べました、多分大阪は来てから。行くぞ、かっこよかったって嬉しいです。行くぞめっちゃ褒められました、家帰っても家族から。思ったより声大きいよね。普段そんなに大きくないんですけど、もういざとなった時は本当に大声出せます。おいた弁ください。おいた弁ってなんか敬語で話してたら出なくて、タメ口で話せるようになったら多分徐々に出てくると思います。551は食べた、食べました。あの家にお土産として持って帰りました。同期のライバルは誰ですか？なんかライバル全員ですけど、でもライバルだけどやっぱり普段は仲良くいたいし、でもなんかこう競う場面があった時はライバルで、でも普段は仲良くやっていきたいなって思ってます。切磋琢磨していけるような関係性でいたいなって思ってます。ねえ頑張ってほしい。鳥天ちゃんって呼んで、鳥天ちゃんって呼んでください。全然迷ったんですよ、ニックネームを鳥天ちゃんにしようと思ってたんですけど、ちょっとやっぱ名前で呼ばれたいので名前にしました。 NMB48 で一番好きな曲は、私期間中にちょっと劇場公演に行かせていただいて2回ほど、それでキュンマートさんとウィンクさんの公演に行ったんですけど、もうウィンクさんはなんだろうな、キレがすごくて迫力がすごくて、なんかついずっと瞬きせずに見ちゃうくらい迫力がすごかったです。でキュンマートさんの方の声に行かせていただいた時は、あの初恋至上主義っていう歌をもともと知ってたんですけど、こう披露してるのを実際に見て、なんかメンバーさん同士でこう目を合わせてニコニコしながら踊ってるところがすごく印象的で、私もちょっと踊ってみたいなって思いました。一番好きなのは初恋至上主義かな。いっぱいあるんですけど、なんで鳥天ちゃんなの？大分県出身なんですよ。大分の名物が鳥天で鳥天ちゃんになりました。村瀬紗英さん知ってるか？知ってます。鳥天ちゃんって呼んで大丈夫ですか？大丈夫です、全然呼んでください。
そう、採点にしようかなって思ったんですけど、ちょっと呼びづらいかなと思って、そう、関西弁がちょっとずつこっちにいると、同期の子とか結構大阪の子もいっぱいいるので、なんか発音が結構つられちゃって、関西弁の寄りになってしまってます。そう、イントネーションです。そうです、そうです。電車の乗り換えは慣れた。でも本当に慣れました。多分もうどこでも案内できるくらいになりました。もう大分だったら本当に電車少ないから、本当に絶対わかるんですよね。迷うことが多分絶対ないんですよ。で、心斎橋から難波に行くのも分かんなくて、駅員さんにどこ乗ったらいいんですかって聞いたくらい最初は本当に分かんなかったんですけど、もう今はどこでも行けます。ユニバ行ったことある？あります。2年前くらいにお姉ちゃんと2人で行きました。心斎橋ややこしいですよね、本当に。お姉ちゃんと連絡取ってる？取ってます。すっごいアドバイスくれます。なんか私のブログを、ブログが上がってないかどうかを本当になんか何分おきとかに見ているらしくて、この前は私がブログを上げた1分後ぐらいに見たみたいなこと言ってました。私の家族も結構ブログを見てるので恥ずかしいんですけど、そう、すごいチェックしてくれてるんですよ。合格のご褒美。いやでも本当にこの大阪に来るのにも結構費用がねかかるので、もう合格のお土産なんてないです。ブログ読んだけど文章力あるね。でも本当にあれ何時間も考えて書いて、あれです、まだまだです。今日放送の8期生密着は、明日 NMB 公式 YouTube でも配信するので、ぜひ見てください。ちゃんと YouTube で見れるので、見逃したよって方も見てください。8期生密着次回は来週の金曜日です。ぜひご覧ください。はい、じゃあ今日はここまでです。来週の金曜日もぜひ見てください。ありがとうございました。バイバーイ。